さあ山本選手です。なんか成績見るとまあなんとなくもう一つかなって感じはするけど。そうですね、足の状態悪くないんですけど、うん、ちょっと展開的にちょっと自分の展開にならない時が多いですね、うん、はい。まあ、どうなの、できちゃった方がいいタイプ。どっちかというとそうですね、ただでしまった方がいいタイプですね、はい。で出て粘る方。そうですね、はい。まくりとかに回るよりは。そうですね、早めの仕掛けの方がっていう感じですね、うん、はい。まあ、近畿ね、後ろにいっぱいいるしね、はい、はい、そうですね、はい、出ないとうるさいしね。いや、うるさいことはないですけど、はい。まあ、出ちゃった方が勝ちやすいってことかな。そうですね、後ろがしっかりしてるんで、うん、はい、そういうのがあります、ね。どう、この暑さは。京都も暑いだろうし。そうですね、暑いですけどもしっかり練習はできてるんで大丈夫と思います。なんか暑さ対策とかあったら考えた。いや、もう特になく、しっかり暑い中練習します。うん、暑いのは得意。寒い方がいいです、どっちかというと。やっぱり気になる。そうですね。ヤヒコロバンクは、まあ、相性いいんで、うん、はい、いいイメージはあります。あ、じゃあ今回しっかりと。そうですね、しっかり、はい。じゃあ、ガンガン逃げてるところをちょっと期待してみるんで。はい、しっかりいい感じで仕掛けたいと思います、ね。主導権取ってよ。はい、頑張ります。では、ファンの皆さん一言。しっかり自分のレースをします。応援します。ということでね、気合は入ってますんでね、頑張るでしょう。